あ、めっちゃ可愛い。これも可愛い。あれもこれもそれも、どれも癒されるな。スマホ見ながらニヤニヤして、気持ち悪いわよタヌキさん。ミク、キツネさん、いつの間に背後に。5分ぐらい前からいたけど。絶対最初から見てたやつじゃん。タヌキさんのことだから、アライグマの入浴シーンでも見て興奮していたのかしら。どういう趣味なのそれ。そうじゃなくて、YouTube でずっと柴犬の動画見てたんだよ。まあ、後ろから覗いてたから全部知っているけどね。というわけで今回は、珍しくて可愛い日本の犬種について紹介していくわ。日本の犬種？日本の犬種って柴犬以外になんかいたっけ？チワワとかコーギーとかは日本じゃないよね。そうね。基本的にカタカナで表記されている犬種は日本犬種じゃないわね。でも、日本には、柴犬をはじめとした様々な日本犬がいて、国の天然記念物に指定されている犬もたくさんいるのよ。そんなすごい扱いされてるの？そんな貴重で珍しい、日本から古くいる犬種を順番に紹介していくわね。まず最初に紹介するのは北海道犬よ。中型で、毛色は柴犬に似ているものの、白や黒や虎柄もいるわね。大きな特徴といえば、寒さに強い硬い毛と柔らかい毛のダブルコート仕様で、北海道の極寒にも耐えられる。アイヌの人たちが長年飼育してきたことから、別名アイヌ犬とも呼ばれ、1937年に国の天然記念物に指定され、現在は天然記念物北海道犬保存会が、事業として展覧会、競技会、血統書の発行を行っているそうね。パッと見ただけじゃ、柴犬との違いがわからないな。北海道犬の始まりは縄文時代初期、縄文人が東北から北海道に渡る際に連れて行った狩猟犬が始まりと言われ、アイヌの人たちはこの犬のことをセタと呼んで、ヒグマやエゾシカの狩猟をしていたわ。え？この子がクマを狩るの？ええ、クマといえば大人サイズになると、武器なしの人間では手も足も出ない猛獣だけど、北海道犬をはじめとする日本犬種は、どの子も飼い主に忠実で、勇敢な性格をしている種類が多いわ。長年北海道の過酷な大地で人間と共に狩猟してきたこの子たちも、その本能が色濃く流れているというわけね。だから、飼う時も、幼少期からしつけをしっかりしておかなければ、飼い主以外の人を噛んで怪我させることもあるから、決して犬初心者の人におすすめできる犬種とは言えないわね。なるほど、しっかりしつけができれば頼もしいけど、それをコントロールできる飼い主のスキルも大事なんだね。そうね、その忠誠心と勇敢さは、なかなか目を見張るものもあって。1902年には、八甲田山で起きた雪中遭難事件、八甲田雪中行軍遭難事件では、遭難者の捜索に活躍したり、うちのチャンネルで過去に紹介した郵便犬ポチで活躍した駒北海道犬だったわね。このお話の中では、吹雪の中遭難してしまった郵便局員の飼い主さんを救うため、一緒に連れて行ったポチが、一匹で村まで走って助けを呼びに行くお話ね。ああ、あれは泣けるお話だった。ちなみに、北海道犬は、あまり聞き慣れない犬種かもしれないけど、おそらくこの動画を見た人も、一度は見たことあるはずよ。え、北海道犬を見る機会なんてどこにあるの？ほら、ソフトバンクの CM でいつも出ているじゃないの。ソフトバンクの？あ、もしかしてあのお父さん？そうそう。あの真っ白なワンちゃんは柴犬じゃなくて北海道犬なのよ。それは確かに見たことない人いないだろうね。次に紹介するのは四国犬よ。四国で生まれた犬種なんていたの？四国犬は四国地方、主に高知県で生まれた中型の日本犬種の一つで、かつては土佐犬とも呼ばれていたわ。あ、土佐犬って僕も聞いたことあるよ。確か闘犬とかする強いワンちゃんなんでしょ。あ、これは結構勘違いされているんだけど、闘犬をする土佐闘犬とは別の品種だからね。土佐犬は土佐犬、土佐闘犬とは別物で混同を避けるために改称され、1937年に国の天然記念物に指定されているが。ややこしい。四国犬は、四国山地周辺の野山の中で、鹿やイノシシなどを狩猟するための狩猟犬として生まれ、黒寄りの灰色がかった毛色とワイルドな風貌から、最も狼に似ている犬種とも言われているわ。確かにそっくりだよね。狼の血が強く残っているのかな。柴犬もそうだけど、日本犬種は狼の遺伝子が強く残っていると言われているわね。でも、かつて日本にいた日本狼はすでに絶滅してしまっているわ。2000年には九州南部の山地で日本狼の目撃情報があったんだけど、それは四国犬の見間違いではないかという説も浮上。翌年には飼い主らしき人物が描いたと思われる
四国犬を放してしまったという張り紙が貼られていたものの、現在でもそれが誰が書いたものなのか、そもそも本人のものなのか、それすら定かではなく、エマオクで見かけたあの動物が日本狼だったのか、四国犬だったのか、今でも分かっていないそうよ。もし狼だったらロマンのある話だな。次に紹介するのは川上犬よ。川上？どこで生まれたワンちゃんなんだろう。川上犬は長野県南佐久郡川上村で代々保護育成されてきた小型の日本犬種よ。体高はオスが38から45センチ、メスが35から42センチで、柴犬よりも若干大きめで毛も少し長め。寒い地域で長年育てられてきたからアンダーコートも豊富で、その分抜け毛もたっぷり。全国的にも300頭程度しかいない希少な犬で、国ではないけど長野県で天然記念物にも指定されているわね。めちゃくちゃ貴重なワンちゃんじゃん。村の名前がそのまま犬種になった犬というのは川上犬だけだから、実際かなりレアなのよ。川上犬の始まりは諸説あるけど、犬がもっと狼に近かった山犬が人間に飼いならされるようになり、それが野生的な外見を残したまま川上犬となり、厳しい寒さでも耐えられる毛を獲得。川上村は高い山に囲まれた厳しい場所で、農業するにも難しい場所だったことから、川上犬を猟犬としてカモシカを狩ることで、それらの毛皮を年貢として納めて成り立っていたそうね。なるほど、狩猟で成り立ってた村だったからそのパートナーが必要だったんだね。そうね。ただ時代が進み交通が発達して林業が盛んになると、漁師も激減することに。川上犬も繁殖させる必要がなくなり、戦時下の食糧難などの影響もあり、飼育数はみるみる減ってしまったわ。それはまずいよ。そこで川上村の人たちは、先代の人たちが作り上げてきた川上犬をなんとか後世に残そうと思い立ち、今では村全体で川上犬の保護活動を行い、県の天然記念物になるまで有名になり、マンホールの蓋や看板など様々な場所で川上犬のモチーフが描かれているそうよ。次に紹介するのは甲斐犬よ。甲斐犬は山梨県の甲斐地方が原産で、キリッとした表情と引き締まった体つき、トラ柄のような独特の毛色が特徴的で、その見た目からトラ毛犬なんて別名もつけられたり、古くからイノシシやカモシカなどの猟犬として活躍した日本犬種で、その毛色が山野では保護色にもなり、甲斐地方の遺跡から甲斐犬そっくりの犬の骨が出てきたことから、そのルーツは縄文時代とも言われているわ。へ、黒色と茶色が混ざったみたいな見た目だけど、なんだかかっこいいね。甲斐地方では猟犬を作るため中型の犬を交配し続けた結果生まれた種類なんだけど、他の犬との相性問題があったり、山岳地方の狭い範囲で繁殖をし続けたことで優秀な純血種の猟犬となり、地方に古くからある戦国時代の文献の中にも甲斐犬らしい猟犬が登場しているし、1929年の昭和4年に当時甲府地方の警察庁に赴任した足立さんが発見し保存対象となり、1932年に日本犬保存会の初代会長斉藤博吉さんらによって甲斐犬と名付けられ日本犬種と認定されたわ。気づいたら甲斐犬が日本で生まれてたって感じなんだね。ちなみに日本犬種はすべて〇〇犬って呼ぶのが普通なんだけど、甲斐犬だけは甲斐犬と呼ばれてるわね。北海道犬、四国犬、柴犬、ほんとだ、みんな犬ってついてるのにどうして。これは単純な話、甲斐犬のことを飼い犬と呼んでしまうと日常的に使われる単語飼い犬と同じになって混乱を生んでしまうから、例外的に甲斐犬と呼ばれるようになったのよ。もしこれが飼い犬のままだったら、これうちの飼い犬の飼い犬なんです、可愛いでしょ、なんてダジャレみたいなことになってしまうからね。絶妙に嫌だ。次に紹介するのは紀州犬よ。あれ、この子は紀州犬なんだね。そうなのよ。なんで紀州犬じゃないのかちょっと気になるわね。紀州犬の始まりは紀伊の国、現在の和歌山県から三重県の熊野地方の山岳部で生まれた犬種で、諸作業のお供やイノシシ狩りの猟犬として活躍していた犬を品種固定したもので、1934年に国の天然記念物に指定。鼻筋の通った顔立ちにピンと立った三角耳と遠くまで見通すような細長い目、基本は柴犬にもそっくりだけど巻き尻尾ではなく狼のような差し尾をしている子が多いわね。その見た目の愛らしさからか、近畿地方南部ではペットとして飼育している人も多いそうね。あれ？ということはこの子は結構おとなしい性格なのかな。いや、特におとなしいとか飼いやすいってわけではないわね。むしろ逆かしら。
逆ってつまり紀州犬が生まれた理由はイノシシ猟をするためで、イノシシと向かい合ってもひるまない勇猛さが必須。白い体毛の子が多いのも、山の中で間違って誤射しないようにという説もあるほどで、一度スイッチが入ると、よそ者に対して強い攻撃性を発揮してしまい、手がつけられなくなることもあるわ。2015年には、千葉県の路上で女性が逃げ出した7歳の紀州犬に噛まれる事故が起きて、駆けつけた飼い主も手がつけられず、最終的には、飼い主に許可を取り発砲した事件も発生。しかし、事件の捜査で飼い主は、狭いベランダや劣悪な環境で犬を飼育していたことが判明したわ。そんな、それは紀州犬は悪くないじゃん。そうね、ただ、それでも一部自治体では、人間に危害を加える恐れのある犬種として、ドーベルマンやピットブル、土佐藤犬などと並んで、紀州犬は危険犬種に指定されてるわ。ドーベルマンとピットブルって、あの体格の犬と同じぐらいヤバいの？ええ、見た目は可愛い紀州犬だけど、熟練した人じゃないと飼うのは難しいでしょうね。でも、和歌山県は保護に力を入れていて、優秀な紀州犬に優良紀州犬賞を交付したり、種の保存に努めているわ。次に紹介するのは琉球犬よ。あ、琉球ってことは、沖縄のワンちゃんでしょ。そうそう、琉球犬は、沖縄に古くからいる縄文時代にやってきた縄文犬をルーツとする日本犬種で、甲斐犬のような特徴的な毛色をしていて、沖縄県では、トラゲオトゥラー、赤毛を赤犬と呼び、こちらも、イノシシ猟や鳥猟などの猟犬として活躍してきたそうね。やっぱり島暮らしだから、こういう独自の犬種も生まれやすいのかな？あら、なかなかいいところに気づくじゃない、たぬきさん。日本にはその昔、全国各地で、縄文犬をルーツとした、様々な独自の犬種が生まれてきたんだけど、その多くが弥生時代に入ると、渡来人が持ち込んだ弥生犬と交配していき、また別の日本犬種が生まれたものの、琉球犬と北海道犬に関しては離れていることもあり、弥生犬の影響をほとんど受けず、どちらも縄文犬の特徴を色濃く残しているという共通点を持っていたりするのよね。なんと、昔は海を渡るのも危険だっただろうからね。ただ、太平洋戦争末期に沖縄は戦争に巻き込まれたことで、琉球犬の数が激減。一時は20頭にまで減少してしまい、絶滅寸前にまでなってしまったわ。20頭、このままじゃいなくなっちゃうじゃん。終戦後、沖縄本島と八重山諸島にわずかに残った個体を集めて繁殖させる保護活動が進められ、1990年には琉球犬保存会が発足、1995年には沖縄県の天然記念物に指定されたこともあり、2003年には、そういった保護・繁殖活動のおかげで、600頭まで数が回復しているわ。ああ、よかったよかった。私たちが少し前に旅行した沖縄県にある動物園、沖縄こどもの国でも、琉球犬がいたわね。花ちゃんだ。遠目で見ただけだけど可愛かったよね。次に紹介するのは、腰の犬よ。腰の犬？腰じゃなくて、腰よたぬきさん。それって、犬種の名前としてどうなの？のって間にいらなくない？これがオッケーなら、ゴールデンのレトリバーとか、トイのプードルとかでもありじゃん。へりくつ言うんじゃないの。腰の犬は北陸地方原産の日本犬で、名前の由来は腰の国が原産地であることからそう名付けられ、かつては富山県で立山犬、石川県で能登犬、福井県で大野犬という別々の名前が付けられていたものの、決定的な違いは特になく、腰の国で生まれたこの犬種を総称して腰の犬と呼ぶようにし、もともと有名ではなかったんだけど、1934年に国の天然記念物に指定されて一躍有名になったわ。ふん、でもせっかく出すなら、もっといい写真なかったの？私も、鮮明なカラー写真を出したかったけど、純血種はすでに絶滅してしまっているのよ。え？それじゃあもう見ることができないの？国の天然記念物に指定される犬種は、どれも著名なものばかりだけど、その当時から希少種であり、富山県では、1963年に犬獣に指定して、保護活動の兆候は見られたもののうまくいかず、1971年に最後の純血個体が死亡し、現在は純血種の血を引く数十頭が生存しているのみ、今でも保護活動が盛んに行われていないこともあり、絶滅は時間の問題と言われる幻の犬だそうね。せっかく天然記念物にもなったのにいなくなっちゃうなんて。次に紹介するのは秋田犬よ。ようやく出てきた。秋田犬は名前の通り秋田県原産の日本犬種で、1937年に
犬種の中で初めて国の天然記念物に指定。写真だけ見るとモフモフとした柴犬のようにも見えるけど、実際のところはこれくらいのサイズ感の犬なのよ。想像の2倍は大きかった。小型から中型の大きさの日本犬種が多い中で、秋田犬は大型犬。秋田犬の祖先は秋田マタギ犬と呼ばれる中型の猟犬だったけど、1630年代に藩士たちの闘志を高めるため同犬を奨励。大型犬との交配が進められ、その動きは明治時代以降も積極的に行われたことでどんどん大型化。しかし、大正時代に入ると猟犬が日本にも入ってくる機会が増え、専門家たちは、このままでは、日本で生まれた伝統のある犬種たちが失われてしまうのではないか。猟犬との雑種化が進む前に秋田犬や日本犬種を保存し、守っていかなくてはならない。という保守運動もあり、1927年に秋田犬保存会が設立され、天然記念物指定に動き出すことになったが、これがもう少し遅れてたら、秋田犬も今はいなかったかもしれないんだね。ちなみに、秋田犬で有名なお話といえば、忠犬ハチ公の物語ね。あれって柴犬のお話じゃなかったんだよね。そうそう、勘違いしている人も多いけど、あのハチ公は秋田犬で、寒さにもとても強い犬種。イメージの中だと、小さい体を震わせて戻ってこない飼い主を待つというシーンがまぶたに浮かぶけど、実際のところ寒さに関しては割とへっちゃらだったんじゃないかなと思うわね。またもう一度見直そうかな。次に紹介するのはアメリカン秋田よ。ん？いやいや、思いっきりアメリカンってついてるんですけど。いや、でも名前に秋田ってついてる？どういうこと？これは厳密には日本犬種ではないけど、秋田犬が海外に渡って別の品種になったというユニークなケースね。いわゆる USA 版秋田犬ってことよ。当たり前だけど、一気に日本感なくなるな。戦時中はどの国も食糧不足だったことで、軍用犬となるジャーマンシェパード以外の飼育が禁止されていたんだけど、戦前に秋田犬がヘレン・ケラーに送られたニュースを受けて、アメリカ兵の間では秋田犬が一大ブームに。終戦直後、アメリカ軍の軍人たちは秋田犬を日本で飼い、後にアメリカに連れ帰ることに。当時も純粋な秋田犬は希少で、彼らが持ち帰ったのは比較的手に入りやすいマスティフやジャーマンシェパードの特質が色濃く残るデワ系と呼ばれる系統のもので、アメリカでもその愛らしさが人気となり繁殖が進み、日本は日本で原種の秋田マタギ犬を使い繁殖されることに。その結果、同じ秋田犬でもその特徴が大きく異なる2種類の犬種が生まれることになったわ。それでアメリカの秋田犬はアメリカン秋田になっちゃったんだ。そういうこと。アメリカン秋田はもはや海外に行った秋田犬という立ち位置ではなく、時代が進み海外生まれで海外育ちの秋田犬になったというわけね。最後に紹介するのは柴犬よ。待ってました。日本原産で一番有名な犬種といえばやっぱり柴犬ね。体高はオスが38から41センチ、メスは35から38センチ。基本的には小型犬に分類されており、有名な赤毛のもの以外にも白毛、黒毛など様々で、1936年に国の天然記念物に指定されているわ。へ、あの大きさでも小型犬扱いなんだ。ただペットホテルとかトリミングサロンでは中型犬扱いされることも多いようね。彼らのルーツには諸説あるものの、紀元前に南方から日本に人が移住した際に東南アジアからやってきた犬バリア犬が祖先にあたるのではないかと考えられていて、主人に忠実な性格でタフなことから古くから日本人の狩猟のパートナーとして活躍していたわ。柴犬ってのんびり屋のイメージがあるけど大活躍していたんだな。秋田犬と同じように明治以降は猟犬との交雑によって純血種が失われるのを避けるため、日本の貴重な文化財として保護するため昭和3年に日本犬保存会が設立され、昭和9年に日本犬標準を制定、昭和11年に天然記念物に指定され、その後も食糧不足などで絶滅の危機が何度も訪れたものの、保護活動の成果もあって今ではこうして日本中で柴犬を見ることができるようになったのよね。今では当たり前にいる犬種だけど、いろいろ苦労もあったんだね。昔は信州柴犬、美濃柴犬、山陰柴犬など各地の柴犬にもそれぞれ個性があったんだけど、さまざまな混乱を乗り越えるため各地から柴犬を集めて交配していった結果、柴犬の個性がだんだん平均化されていってしまったというのが少し心残りね。へ
変な生き物チャンネル。以上が珍しくて可愛い日本の犬種についての紹介よ。柴犬でももっと昔はいろんな種類がいたなんて知らなかったし、日本って柴犬以外にもこんなにいろんな種類のワンちゃんがいたんだな。もしリクエストが多ければちょっとニッチだけど他の日本犬種も紹介しようかしら。え、でも今回で結構紹介したし、僕の知らない犬種ばっかりだったし、さすがにもうそんなにいないんじゃないの？あら、タヌキさんは日本犬種の数を甘く見ているわね。日本には全国各地ご当地で愛される紀州犬や琉球犬のようなジーヌと呼ばれる犬種たちもたくさんいるのよ。え、例えば青森は津軽犬、宮城は仙台犬に子獅子犬、山形県には高安犬がいて、新潟県には越後柴がいるし、埼玉には秩父犬、群馬には赤城犬、石川県には賀州犬、他にも阿波犬、生き犬、薩摩犬、高貴な日本犬種なら土佐犬やチンや日本スピッツなんかも。ああ、そんなにいっぺんに覚えられないし頭がパンクするんですけど。あら、それじゃあこの子だけピックアップしておきましょうか。これはさっきもちらっと紹介した山陰柴犬で、冬毛が抜ける5から6月にこんな羊みたいな見た目になるのよ。これはめっちゃ気になる。もっと詳しく知りたい。計画通り。